です書評です乱信高,高島哲夫さんの小説です。えっ、ー、とですね、えー、このじ時代の背景はですね、えー、鎌倉幕府の、えー、北条氏の、えー、北条時宗の時代のお話です。えー、原稿の 1、えー、一度目の原稿があって2度目の原稿が今やってくるという、えー、大騒ぎのところですねそこでヨーロッパからたど、えー、り着いた十字軍の人たちが、えー、その原稿の準備を原,原が攻めてくるという恐れのな中にある日本にたどり着いてそして、えー、戦いに加わっていくというそういうお話でした。視、え、点、ー、がですねその えー、主人公がその十字軍のリーダーの,その20代の若い騎士なんですけれどもその人が未知の国に、えー、日本にやってきてその十字軍的な考え方キリスト教キリスト教的というよりももっとちょっと えー、歪んだ聖書的ではないとは思うんですけれども、えー歪ん歪んまあ、とにかく十字軍的な考え方でその異教の神々を崇めている日本にやってきて、えー、自分たちの知らない世界をちょっと探索するというそういう、えー、面白い視点だったのでとても、えー、面白かったです。えー、自分の私のの私知っている日本のその鎌倉時代 現行の時代というそういうことではなくて十字軍の目から見た十字軍的な思考からヨーロッパ人から見た、えー、イングランドの人ということなんですけどもそういう視点から見た、えー、日本であってしかも、えー、未知のところを、えー、探検するというようなそういうちょっと楽しみもあったので、えー、大変ワクワクいたしました。えー 結局のところこの著者である高島さんはおそらくその神のために戦って神のために人殺しをするという十字軍的な視点を実はちょっと非難しているところがあってそして多神教である日本にそういう人たちがたどり着いて多神教を別に褒めてるわけではないんですけれども神のためというふうに称して戦争をするということを暗に 非常に遠的に批判しているようなそういういところがありましたそれは、えー、なるほどそういうことだなとは思いますけれども、えー、十字軍的な視点というのも聖書的ではないのでこの本を読んだ人たちは、えー、そういうことを知らないで聖書的な視点を知らないで十字軍が聖、えー、書的なことでそういうふうに侵略をしてたというようなこともちょっと勘違いするだろうなというそういうところがありました。でも 日本の,その武士たちが古い秩序の中で戦ってゴーンと奉公というその秩序の中で元を迎え撃つということのそのいろいろなしがらみをこのイギリスイングランドから来た十字軍の騎士がそれを断ち切っていろんなことを リードしていくんですね。北条時,時宗は、エドワードというその主人公を大変信頼して、元寇を迎え撃つ、元を迎え撃つことの参考にするんですね。元について、モンゴル兵について、いろいろ知っている。 ことこ日本のそのごン、えー、と奉公というそういう武家社会が当時の武家社会がどれほどその戦いに不利であるかということをいろいろ言わせてその戦いのために武家社会を改革するんですけれどもそれはまあなかなか面白いという。 感情を受けましたでもですねやっぱりあのちょっと「聖書的な視点イコール十字軍的な視点」というような勘違いがなされそうなので内容的には面白いですし面白かったですけれども神がどうのこうのということを読者は勘違いするのではないかということで「星」は4つといたします以上です。